竹林です。今日は竹林の整理なんですけども、急遽ちょっとタケノコが結構ありましたので、タケノコ掘りに変更しました。はい、これもなんだこれ、タケノコです。今日取ったタケノコ、ここの赤いところがねいいんですね。並べ替えで、はい、あ、これはこれはね、本当、うん、これはね、これだと当たってるでしょ、はい、だからね、うん、面倒でもこのぐらいまで、そんなとこから、うん、この辺まで、やっぱこの向きでやるの。え、何これ、こうか、だいぶ30センチ離したのかな、うん、これが水平に入るぐらいの、うんうん、あ、なるほど、これがね、喋る道を作ってみる、うん、ちょうどいいや、これね、タケノコ掘りの今、うん、ご指導いただいて、うん、ね、崖があるから、うん、これで切る、うん、これがないと出てこないってことでしょ、うん、これがあるおかげで喋るが入んない、うん、ね、ザクッていくと、この古い竹が取れるでしょ、うん、ね、そうすると、うん、ほら、見えてきて、ここからもさ、ね、出てきそうだったじゃん。あ、そうなの、これがそうだよ、ね、これでもあれだ、竹の子じゃねえ、これなんで、ここまで来ると、うん、もう渡辺さん、ここから元寝かして、お、元寝かして、じゃあ、俺が呼んでるの、そうそうそう、うん、あ、やった。取れました。あ、綺麗に取れました。これ綺麗に取れた。うん。なんか綺麗に取れた。はい、パチパチパチ。はい、パチパチ。はい。ああ、ナイトさん。取れましたとか言って。もう持ちたない。パチパチ。はい。ああ、すごいね。すごいですね。これね。うん、タケノコが取れました。はい、おめでとうございます。はい。はい。うん、で、行こう。ここにもいるよ、ほら。あ、何あるの？繋がってるんだよ、ね、うん、繋がってるから、あ、ね、ここにもあるよ、やっぱり繋がってるんだよ ね、だから一つ見つけると面白いのね、タケノコって、やっぱり並んでる、並んでる、ね、そこその大きさだったの、あ、これはね、頭これでこんな大きかったの、あそこ違うところ、はい、あ、他はずっと並んだってことね、うん、いるか、今からね、タケノコを見つける方法をちょっとご紹介します。あ、足ずっと歩いて引きずってきたんですね。そう、足で、はい、こう、落ち葉を、はい、あれしながら来たら、あ、ありました、あった、あ、ほんと、そう、あ、尖ってるね、先ね、少し出てましたから、ちょっと手、グッとやって、はい、あ、見つけたっていうとこ、まあね、これね、見つけたっていう、はい、はい、わかりました、どうも。それで、今、タケノコのクワだよね、タケノコ掘りのクワで、今、掘ってます。今、タケノコをね、掘っています。クワでね、掘ってるんですけども、あ、やった。取れましたね。はい。あんまり持ちたくない。うん。こんな、はい。失敗だもん。はい、おめでとうございます、はい、でも周りをぐーっとかき回してかき分けて、もう取ったの、今途中、お、今ざっくりいきましたよね、これはね、今スコップでタケノコ掘ってるところなんですけども、このでかいのを今掘ってるところです、ノコギリで切ろうか、こうノコギリでやる場合もあります、もう行くんじゃない、いやまだこれが切れてないんだよ、ね、
ってます？そうだ。こうか。ここら辺に来て、はい。はい、収穫ですね。はい、おめでとうございます。はい、どうも。え、なんだっけ、蜜が。すごいね、これは。こうやってきます。あ、何、そっちにもあるの？こっち、蜜で。四つ、なんかちっちゃいのもあった。四つも。何本も、四本もあるの。みんな見せる？それとも。すごい、5本もある。ちょっと、斉藤さんの顔も見てね。いいです、ほら。これも大きそう？大きそうだね。そうそう、ノコギリ。いや、竹でまっすぐじゃなく斜めに行ったほうがいい。根っこ今切ったとこ、こっち、うん。よっしゃー。いやー、もう時間の問題だな。もうあと時間の問題だね。ようやくこの理想的なタケノコだね、これね。うん、そうだね。うん。取ってないほうが欠けたんだよね。ああ、やった。いい、綺麗。うん、ありがとうございます。はい、持って、ほんで。はい、収穫。はい、収穫です。それはすごいわ。はい。佐藤さんしか知らない。あ、すごい、でかいじゃん。うん。もう一つ見つけたよ、ここに。え？あそこにありますよ。まだ。下から取る。ここがポコッと。あ、これね、収穫がね。はい。あ、大きいじゃない、結構。大きいんだけど、うん、だからもうちょっと、もう3センチぐらい下から切れば分かったんだけど。ああ。ここがポンって取る。あ、うん、もうちょっと下の方がいいってことね。うん、なるほどね。はい。あんま下を掘りすぎちゃって、下を根っこを切ってるわけね。私、うわ、あれを考えてたからさ、もう見つけちゃったな。